皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は伊豆総合高校の土肥分校についてお話します。前半は概要、後半で特色、この順に話を進める予定です。伊豆総合高校土肥分校というのは長期欠席生徒選抜、これを実施している高校で、全国から生徒募集、これを行っています。ペンション、旅館、民宿を活用した下宿があって、距離に関係なく全国から選べる学校、このようになっています。教育の目標、これは一人一人が学習、学校行事、体験学習の場面で主役になって自信と誇りを持てるようになる学校と、こうなっていました。学科は普通科で定員は35名と、少人数です。そして倍率、2023年は 0.4 倍でした。進路ですけれど、進学が 52%、 そして就職が 48% の割合になっています。では特色のお話をします。土肥分校の特色です。少人数のため、教員が全ての生徒の学習とか行動、活動、これを把握できると。2つ目はマリンスポーツやゴルフなど豊かな自然を生かした学習活動ができると。マリンスポーツ、具体的にはスキューバダイビングとかサップとかカヤックなど、これをやっている写真、これを見せていただきました。それから各自の希望、進路に合わせて学習強化、これを選択することができる。これ普通科の高校なんですけれど、この部分は総合学科、これに近いですね。そしてもう一つが、県内初の e スポーツ部ができたのはこの土肥分校なんですね。今ね、 e スポーツ部っていろいろな学校にありますけれど、県内で一番最初にできたのはこの土肥分校だったんです。それから一番気になるのは下宿だと思います。下宿、現在男子と女子、この2つの下宿があって、令和4年度の家庭負担金の金額は4万円だったそうです。めちゃ安いですよね、4万円。これには平日登校日の朝夕食と、水道光熱費も入っています。なぜこんなに安いかっていうと、実は市から補助が出てるんですね。ですからこんな安い金額になっていると、こういうことです。さらにやっぱ下宿っていうと、まあ不安いっぱいあります。相談したいことも出てくると思います。そういうことを応援してくれる、下宿生活を支える4つの応援隊、これが問いにはあるそうです。今回は伊豆総合高校の土肥分校についてお話ししました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。